日本のポテトサラダポテトサラダは、茹でたジャガイモを主材料としたサラダのことである。ポッテサラと略される場合もある。作り方が簡単な上、短時間で、かつ安価でできることから、世界各地に様々なポテトサラダが存在しており、コールスローなどと並ぶサラダの代名詞的存在となっている。家庭料理としてはもとより、惣菜店や弁当屋の定番メニュー。 給食の献立としても出される料理である。日本ではサンドイッチの具にされることもある。マヨネーズ抜きのドイツのポテトサラダ火を通したジャガイモをマヨネーズで和えることが多い。この場合、少量の植物油を混ぜると水っぽさが抜け、風味が増すが、ここにマヨネーズの代わりに酢を加えたドレッシングで料理を完成させることもある。ジャガイモをマッシュポテト状に潰す調理法もある。 アメリカ合衆国では、マスタードを加えることもある。また、様々な副菜を入れることで個性を持たせることができる。例えば、野菜では人参、きゅうり、とうもろこし、スライスオニオンなどが副菜の代表格であり、他にも、肉類では、ハムやツナ、スズキの酒や、ゆで卵、リンゴや、みかんなどの果物を入れる場合もある。ありがとうございます。